これより進行方向が観光車になります。しばしばらくお待ちください。また皆様、進行方向が変わりまして右下がご覧いただけますでしょうか。1号車のお客様は見えにくいと思いますが、発車しますと進行方向右手に線路が見えてまいります。スイッチマークを使うことによってこれだけの勾配の坂を上り下りすることができます。スイッチバックの仕組みについてご理解いただけましたでしょうか。Thank you.